鳥羽市からの衛星実況生中継、リング上ではご覧のようにジャンボ鶴田タイガーマスク対マシーンカーンのタッグマッチが行われております。プロレスラー和島の熱き闘争譜いかがでしたでしょうか。この後和島は第2戦を8月31日ラスベガスで行いまして、馬場とのタッグで2勝目、これも黄金の左ラリアットで勝利を飾っております。さて馬場さん、はい、今試合が終わりまして放送席に駆けつけてくれたわけでありますが、いよいよ次期シリーズ最終戦ですが、11月1日の七尾大会、和島のふるさとになりますが、デビューが決まりましたね。そうですね、はい、もう11月1日決定しました。はい、はい、リングネームは和島で行くんですか。もうもちろん和島広志。あ、そうですか、はい、この知らせを伝えました時の和島の反応というのはどうでした。まあね、日本でデビューということで非常に慎重ですよね。ちょっと硬くなっている面もありますけどもね、プレッシャーかかってますでしょうね。まあ、次期シリーズ来日メンバーが発表されたんですが、それを見ますとハンセン、フレア、ロードウォーリアーズ、ラシアンズ、タンクスラ、そうそうたる顔ぶれが揃っています。馬場さん、これは対戦相手には本当にまあこと書かないですよね。
そうですね、まあ、そういったね、こういういい選手がみんないる中でね、自分もその中の一員ということでね、やっぱり、意識してもらいたいですね。そうですよね、まあ、戦わせてみたい相手は黒中でズバリ誰ですか、坊さん。やっぱりね、ウォリアーズで、ウォリアーズはウォリアーズのね、独特のものありますし、芯は芯でありますしね、ファンクスはファンクス、もうやっぱりブラッド・レーガンもいますしね、その多種多彩ですよね。そうですね、まあ、対戦には本当に事欠かないわけでありますが、タッグマッチになりますかね。さあ、そこのところはね、まだ分かんないですね。あ、そうですか、まあ、この本格デビューまであと1ヶ月半に迫ったわけでありますが、馬場さん、この今後の総仕上げというのはどういう形になっていくんですか。今度ね、はい、僕はアメリカ行きまして、はい、2人でちょっと試合をしようと思うんです。もう試合をして歩こうと思うんですね、はい、でその結果をね、またもう少し練習をして、それで、まあ、また試合をして、はい、日本へ帰そうと、こういうふうに予定は立ててます。あ、そうですか、はい、まあ、そうするとシングルデビューもこの時期に、まあ、サーキット中に行われるということになりますかね。そうです、そうですね。今現在この輪島は、ノースカロライナ州のシャーロットで、まあ、元 NWA ジュニアヘビー級チャンピオンのネルソン・ロイヤルの元で猛特訓ということになりますが、まあ、かなりこの技を覚えてきたということですね。そうですね、技を覚えましたね、はい、まあ、それがね、やっぱりとっさの時にどういうふうに出るかね、はい、覚えたものがその臨機応変に出るかどうかが、はい、一番問題なんです。あ、なるほど、まあ、スムーズに技が出るようにということですね。分かりました。輪島のデビューは次期シリーズ、ジャイアントシリーズ、11月1日七尾大会に、決定をしております。さあ、リング上はジャンボ鶴田とスーパーストロングマシーンであります。さあ、そのジャンボ鶴田とタイガーマスクの連携プレーが見られます。ミサイルキック、タイガーマスク、スーパーストロングマシーンの胸板を打ち抜きました。思わずこの鳥羽市民体育館のお客さんから大きな声援が飛んでおります。さあ、今度はタイガーマスクがこのスーパーストロングマシンをロープに振るんでありますが、ダブルのキックで返していきました。さあ、そして空中ラリアット、ちょっと今日疲れましたタイガーマスクであります。このスーパーストロングマシンは、次回のこの時間の放送になりますが、9月20日相模原からの実況生中継、長州との一騎打ちが決まっております。さあ、タイガーマスク、この辺の返した、この辺の返した、馬場さん、おっと、もう少し見ましょう。今度はランダー、おっと、キックキック、フライングサバットを見せましたタイガーマスクであります。これの動きどうですか。いや、非常にいいですね、こういうヘビー級相手にね、はい、どんどん互角に戦ってますからね。まあ、馬場さんとともにこの輪島とアメリカ仕様パッドコーナーの下で、修行を積みましたタイガーマスク、非常に伸び伸びとやっている、吹っ切れた感じのファイト、そういう声が非常に上がっております。このタイガーマスクのファイトであります。もうと7番勝負に向けまして目の色が変わってきたというファンが多いんです。さあ、今度は相手はキラーカーン、相手が大きいぞ、140キロありますこのキラーカーン、タイガーマスクどう戦っていくか。ヘビー級の正面フライングボディアタック、カウント2まで追い込みました。こういうキラーカーンみたいな大きな選手にはどう戦っていったらいいですか、ババさん。いや、もうやっぱりこういうふうにね、はい、大技でいった方がいいですね、大技が通じるようになればね、はい、もうこれは完璧ですよね。さあ、今度はダブルの連携を見ましょう。ダブルチョップであります。タイガーマスクと鶴田が打ってまいりました。さあ、この一方のジャンボ鶴田ですが、今シリーズ大阪城決戦、反省からインターのベルト奪えませんでしたね、ババさん。そうですね、振り返っていかがですか。まあ、ですからね、まあ、ジャンボはどうしてもあのベルトをね、奪取することが、全日本プロレスがね、15周年に向けてですね、もうこれジャンボの一番の課題ですし、全日本の一番の課題だと思いますね、はい、次期シリーズ、先ほどお伝えいたしました、この豪華来日メンバーによりますシリーズ、全日本プロレスの創立15周年記念シリーズとなっております。まあ、馬場さん、試合後このハンセンに鶴田が、まあ、ベルトを奪えなかった時に、もっと考えたレスリングをしなきゃいけない、こういうふうに言いました。ジャンボラリアットです、こういうことを馬場さんおっしゃいましたね。はいはい、まあ、結果的にね、まあ、引き分けになりましたけどね、はい、やっぱりね、もう勝てなきゃ勝てないでもね、やっぱ勝つ姿勢というものがね、はい、勝とうとする姿勢というものがね、僕は見れなかったんですよね。ハンセンの場合には逃げていけば、防衛ですからね、はい、そういう意味ではジャンボがやっぱり勝とうという姿勢がね、どこにあったのかという、そのやっぱ技一つ一つがね、ああこれで決めようとしてんだなというものがね、僕は分からなかったですね。まあ、まあ、馬場さんはこの NWA のベルトを3度、返り咲いた、こういう経験があるわけなんですが、まあ、この無冠になってベルトを奪うことの難しさというのはジャンボも分かったんじゃないですかね。まあ、でもね、はい、ジャンボもね、それはもう選手権ベルトを取るということはね、はい、もう慣れてますからね、そのなんていうかな、やっぱりハンセンだからやっぱり躊躇したんですよね。あ、そうですか、ですから、そういうキャリジャンボだってキャリアありますからね、
さあその次期シリーズでありますが、ハンセンがまたまた来襲してまいります。チャンスはあると思うんですが、近藤を勝つには一体ジャンボには何が必要なんでしょうか。さあタイガーマスクが飛んだフライングソーセージロープ最上段、カウント2まで追い込みました。タイガーマスクが非常に今夜は積極的なレスリングを見せています。猛虎7番勝負に向けて躍動いたしますタイガーマスク。さあそしてしかしこのスモールパッケージホールドでスーパーストロングマシンが返していきます。スーパーストロングマシンも超数戦へ向けてこの辺で足踏みはしていられません。さあそしてキラーカーンのタッチであります。このカルガリーハリケーンですが、このカーンとマシンが合体して、まあ、それぞれいい面が出てるんじゃないですか、馬場さん。そうですね、まあ、お互いにね、特徴がありますからね、はい、ですからこの特徴を、ね、2人とも生かしていけばね、素晴らしいチームになると思いますね。そしてこの驚きなのがこのカーンの頑張りをですね、なぜ今までこのくすぶってたのかちょっとわからないんですがね、何がこう変えたんですかね。おっと鶴田とやり合う、おっと鶴田とやり合う、カーンと鶴田、カーンと鶴田、張り手合戦、張り手合戦。さあカーンも負けちゃいない、鶴田も顔色を変えてカーンに向かっていきました。カーンの相手はタイガーマスクです。どうしてここまで勝ったんですかね、馬さん。いやカーンはね、やっぱこれがね、自分の生きる道だと思いますよ、はい、カーンにしてみればね、あの大きな体でね、やっぱりまともにレスリングをで立ち向かおうとしても長州やジャンボ、やつ、天竜、これらにね、技的にもね、スピード的にもその劣りますよね、そうするとやっぱりアメリカで彼はそのこういう荒技をね、それだけを修行したんですから、やっぱそれに戻るべきですね、はい、それにやっぱり気づいて戻った、それはもうカーンの一番良かったところだと思うんですね。さあそのカーンからスーパーストロングマシン、前日軍はジャンボ鶴田が出てまいりました。猛然とストンピングキック、さあ再生鶴田、ニュー鶴田に期待したい、フライングボディアラック、さあ返す刀でカーンにも一撃二撃。さあそして猛然とこのスーパーストロングマシンにキック攻撃であります。さあこの後何があるか、ジャンボラリアットの体勢だ、ジャンボラリアット、そのままそのまま抑え込んだホールの体勢、キラーカーンがダブルのニュードロップを落としてまいりました。さあ試合は荒れそうだ、試合は荒れそうだ、カーンがタイガーマスクを捉えた、カーンがタイガーマスクを場外に追っ張り投げた。さあカーンが、カーンが猛然とキック攻撃、ジャンボ鶴田を完全に捉えています。ここまでのジャンボ、馬場さん良かったんですがね、まあ、捕まってしまいましたね。これがねやっぱりマシーンたちの、はい、手ですよね。あ、なるほど。でもねこれでね、はい、勝負をつけなきゃいけないです。反則に なりますよこれじゃね。そうですね、なんとかここから逃れて、そしてこれでね中へ、はい、引きずっていってジャンボを痛めると、そういう手でいかなきゃいけないですね。完全にもうカーンが逆上しております。タイガーハットリを2度3度投げております。ご覧のように足を、両の足を使いまして赤い鉄柱攻撃でありますスーパーストロングマシーン。そしてカーンがその上から、タイガーマスクが背後から救援に駆けつけますが、時すでに遅しといった感じであります。あ、スーパーストロングマシーンカーン、やはり反則負けが取られました。馬場さん、この再生鶴田がね、ニュー鶴田にこれから期待したいこのファンなんですがね、どうですか。まあね、ジャンボもね、頑張るでしょう。もう、はい、もうコンコンとね、はい、言って聞かせました。あ、もうやっぱね、また取れなきゃね、はい、チャンスはありますから、これはやっぱり自分の技というものを、ね、出さなきゃいけないですね。11分20秒、マシンカーンの反則負けということになっております。猛虎7番勝負を控えました。タイガーマスクはどうでしたでしょう、馬場さん。ですからね、はい、次にチャンピオンのフレアも来ますしね、フレアもやっぱりメンバーに乗ってますから ね、タイガーマスク対リックフレアというね、はい、試合もね組もうと思います。あ、そうですか。猛虎7番勝負、果たして相手はそのフレアなんでしょうか、あ、それとも八津義明という声も上がっていますが、一体猛虎7番勝負第1番の勝負相手は誰になるんでしょうか。おっとリング上はキラーカーンと鶴田が熱くなっております。互いにキックキックやり合っております。馬場さん、最後にこのスーパーストロングマシン9月20日の、長州戦、これはどうでしょうか。まあそうですね、まあ長州が一歩リードしていると僕は思うんですがね、はい、そうですか、次回のこの時間の放送、実況生中継で相模派から、お届けしてまいります。どうぞご期待いただきたいと思います。